もう一回ここから出るの。あ、そうか、ピコってやった気がするけど。高尾駅です。めちゃくちゃ並んでるな。すごいな。乗っちゃう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。神馬高原下から登ります。さあ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 、楽しみ楽しみ。いや、楽しみですね。なんとか言ってくださいよ。これで今バスが来たけど、多分すぐ後ろにバスも1台いたから、またすぐ来るよね。まあ、ね、ここはさ、まあ、あれすごい行列になるよね、登ってるとき。まあこういうとこはいいけどさ、山道になると行列になるね。まさ、今のバスで何人ぐらい人乗ってたの。52って言ってた。52。あ、ちょっと体が温まってくるまで寒いな。多分ここを歩いてる時間も含めて、登り始めてから1時間あれば多分。すげえ急だよね。なあ、待って、ちょっと急。900m。 でも早めに着いたな、確かに。体にはいいよね。でもそうですね、感覚詰めてた方が多分楽だと思います。そういうことや。なんか今日この間歩き始めでいきなりちょっと心臓がバコバコしましたもんね。久々だったんで。ここから入っていく感じですか。あ、本当だ、入り口って書いてある。お、来た来た来た。標高は334m。 ハイキングコース入り口です。よしよし、こっから 600m 上がる感じかな。川崎さん撮ってますよ。こうぐらいだ、こうですよ。急にロープとか出てきたんだけど、これ道が根っこすごい。登るときはいいけど、これ降りるとき怖いですね。これは降りないから、降りへんから大丈夫。逆ルートだと怖いですね、これ。今 500m ぐらいまで上がってきた。ここいい感じですね。根っこがすごい綺麗、ものすごい綺麗だ。お、杉林を抜けますよね、これ。これで。あと300。でも350ぐらい。今600m です。それ何メートルって書いてない？今山頂。看板。神馬山山頂。あ、でも明るくなりましたね。開けて。あ、綺麗綺麗。めちゃくちゃ綺麗だ。川崎さん今日姿勢いいですね。クヌギ系の木がいっぱいあるな。これ夏になったらクワガタ取れるな、ここら辺は。5日前に登ってるから全然違うね。うん、これ初めてで、ここしんどいかもしれない。初めて久々で来たらこれしんどいかもしれない。
めちゃくちゃ綺麗だね、ここ木の根っこが素晴らしい。いいですね、この陣馬山ルートいいですね、素晴らしい、いいな、めちゃくちゃ綺麗、とりあえず 750m 地点で陣馬山山頂、お、ついに横向き歩くとか出てきた、ハイウェイ、ハイウェイ楽っすね、しばらく。でも空が見えてきたんで頂上は近いですね、これ。お、景色変わった、お、雪がある、さすが雪が出てきました。あと 400m 近っ、本当だ、ここだ、まあ、ちゃん工事して残り 400m、 ここまで 2.8km 登ってきた、もうほぼ登ったね、これよっしゃ、雪がある、雪降ったんだ、下がねガチガチに凍ってる、これ山頂行ったら雪あるかな、雪で遊べるかな。 800m、 あ、景色がいいな、街がよく見える、うん、こんな感じ、あったかい、天気いい、最高。いい日を選びましたね。よし、陣馬山山頂が見えてきた。意外とここまでは楽勝でしたね。いや、すごい、あ、綺麗。めちゃくちゃ綺麗。あ、加瀬さん、富士山。ほら、どこ、あそこ、うわ、でけえでけえ、わあ、来たぞ、まっちゃん、富士山見た、でかっ、これはすごいな、これはすごいな、すごいさ、今日ちょっとあそこでコーヒー飲むか、まっちゃん、ここでコーヒー飲むか、時間ないか、やめようか、どっちでもいいけど、富士山めちゃ綺麗、お、近いですね、うわー綺麗、やば綺麗、これは綺麗ですね、すげー綺麗、めちゃくちゃ綺麗だ、富士山綺麗、こんなんすよ、あそこ、あそこの山頂になんかあれか、あれが、あれが馬みたいなやつだね、陣馬山まで来ました、 857m、 今からコーヒータイムです。これも一応取っとくか、コーヒータイム、
陣馬高原山頂標高857m。 うまいこと取る。これなん？キリン？うま。うますよね。よし、ここから尾根を縦走だね。綺麗だな、ここ周りが全部。陣馬山和田峠、影信山、明王峠。 OK、 次は何山を目指してるんですか？影信山。和田さん、なんか言ってよ。なんか喋ってくださいよ。いい、ここの道もいいな。高尾山口まで14キロってことは、今6キロ歩いてるでしょ。だから重装全部して20キロぐらいのルートか。だけど20キロってまあまあですよ。平坦なとこは歩いても20キロってまあまあです。まあでも山道はもうやりやすいよね、これ。そうですね、もう道路だったらね。そうそう、これだとなんか変化があるからまだいいけど。影信山の次はどこなんですか？城山。あ、天気いいな。富士山が見えますよ、右側に。うわ、本当や。富士山を見ながら歩くのはいいな。やっぱ雪がある富士山いいね、うん、黒いやつよりね。出てたもん、モデルコース明王峠。こっちに行ったら、富士野駅。なんか陣馬の湯を経て富士野駅って書いてある。なんか温泉があるっぽいね。いいね。影信山まで 3.8 キロか。すぐだね。これね、あ、相模湖の駅の方までも行けるんだ。 5.4 キロってまあまあ遠いっすね。でも陣馬バス停ぐらい、ね、そんな変わらないですね。明王峠って738.9m。 あ、富士山見える。茶屋がありますね。やってないけど。ここからも富士山が見えるね。よいしょ。影信山小仏峠 3.8 キロか。明王峠、影信山まで 3.8 キロ。こっちに行ったら相模湖駅まで 5.4 キロ。行きますか、影信山。500m で底沢峠って書いてある。 3.8 ですよ。時速 7.6 キロで歩いたら30分ですよ。そんなに出るわけないけど。ちょうど12時だな。1時間ぐらいだね、多分。12時だったらまた前飯食った時に。またこんな感じのところを淡々と行く感じですね。これあれですよ、山歩いたって痩せないですよ。食べなきゃ一発で痩せます。ゴルフをやってさ、うん、1日やってくると 2.5 キロぐらい痩せるんだ。そんなに痩せます？痩せる。でも別に実際痩せてるわけじゃないですよ、それ。何やろうな、水分が抜けてるだけですよ。
の降りた後に饅頭とかが売ってるのはあれはなんかいいよね、うん、桜城用饅頭を1個と高尾饅頭の茶色いやつを食べるかな今日は。2つだな。出来たてやったもんね。あれ出来たてですね。って書いてあるね。あったな、席があって。現在地。本当や。現在地ってこれどこなんですか。関門峠。太い線が書いてあるやつが。塩地城山。ああ、影信山。うん。行きますか。あれ右と左に道が分かれてるけど。だからあっち行くと夕焼け小焼けの方。あ、夕焼け小焼け？左行くと？うん。石場とかあったり。ああ、そう。あ、今の看板の分かれ道なんですね。そうそうそう。あ、夕焼け小焼けの駅から登ったら。登ってきて陣馬山行く場合はこっちやし。そっちだし。夕焼け小焼けで高尾山両方は行けるわけよ、陣馬山行く高尾山。だから本当の重曹っていうのはやっぱこれだよな。これが本当の重曹なんですね。そうそうそう。陣馬さんが高尾さん。これが高尾さんの大時の最終目標ですか。分かれ道ですね。巻き道。巻き道で行きます。巻き道入ります。それって1時間ぐらい待ってたのはそのケーブルカーじゃなくてリフトみたいなやつでそんなに並んでたってこと？だけどケーブルカーも並んでる可能性がある。だけど1分に1分に10分以上並びやる。ああ。だから早いと思うよ、もうちょっと。じゃあそこに待ってた人はワンサがいたってこと？ワンサがどこだよ。ワンサガっちゅうのどういうのワンサガっていうのかしらんけど、そのもう人だかり、うん、野球場みたいなの。あ、そうですか。満タン、みんな体育座りしてた。ああ、みんな本当に体育座りしてたんですか。うわーっと体育館の外みたいな感じ。ああ。整理券の順番にもう暗くなっちゃったし、みんなそれで帰るしかないから、みんないや、まあ、坂本さんだけに投手もいっぱいおるよ、そういう、うん、レジャーの人もいるんだよ。そんな並ぶんだ、1時間並ぶんだったらもう歩いて帰りたいですね。それじゃ、いや、あそこまで行くのが、うん、やってみると分かるよ、絶対ないよ、うんうん、まだ今途中やもん。だけど分からないよ、今日は最後まで歩き切りましたって言いたいですよね。まあでも暗くて電気がなかったらそうなりますよね、うん、また分岐ですね。うわ、つまずいた。巻き道行きます。巻き道を積極的に使う。 663m、 ちょっと下ってきたな。あのここを見た時のブログでここが出てたでしょ。なんか紹介のブログでちょうどこの笹の間の道出てたね。ここだね。影信山まであと 1.2km ぐらいかな。道がぬかるんでるな、うん、うわ、これは靴、普通の靴じゃしんどいですね。これ倒木あり注意。倒木ある、雪がある。ちょっと雪触っときますわ。あ、雪がある。あ、めっちゃ硬い。めちゃくちゃ硬いぞ。川崎さん、なんか面白いこと言ってください。もうこれ登ったら多分影の山や。でもまだ1キロあると思う。そう、うん、多分。でもこれ最後の登りだと思う。ここは
の坂道やな、これ。知れてます。陣馬山のがきつかったです。うん、左の方が楽かもしれないですよ。お、山頂近いんじゃないの。ちょっと開けてきて上が見えてきた。これ山頂近い。熊笹の道。うん、これ間違いないな。ここ登ったら頂上かな。この上ですよ。だってここより高い山見当たらないもん。この上頂上ですね。この上が頂上だ。